私たちって一人じゃないのよね。そうだよ。みんな同じ地球の仲間なんだ。誰だって一人じゃ生きていけないものね。君がいるから僕がいる。僕がいるから君もいる。ねえねえ、私たちの声が聞こえないかな。とっても大事な話なんだよね。私はジョウビタキ。毎年冬になると遠いシベリアから雪の少ない日本の町にやってくるの。それはここに食べ物があるから。私たちの食べ物は小さな虫たちや木の実。キツツキのコゲラ君やエナガさんたちは枯れ木の間に住む虫たちが大好物。つぐみくんたちの好物は落ち葉の下に潜むミミズや昆虫。鳥たちの食べ物は虫だけじゃないのよ。池の水草や木の実を食べる鳥たちもたくさんいるわ。私たちが命をつないでいけるのもこうしたたくさんの種類の虫たちや植物が生きていてくれるから。つまり命が命を支えてくれるの。そしてね、私たちが生きていることで支えている命だってあるのよ。僕はだるまガエル。僕らカエルの仲間の多くは人間が作ってくれた田んぼのおかげで生きていけるんだ。田んぼの水の中にはびっくりするくらいいろんな生き物がいるんだよ。人間の目には見えない微生物、それを食べるミジンコやイトミミズ、またそれを食べるゲンゴロウの幼虫やメダカたち、中には稲の害虫になるカメムシやイナゴもいる。でもちゃんと僕らのようにそれを食べる生き物もいるんだ。そんな僕らを鳥やヘビがまた狙う。その鳥やヘビや僕らの糞が田んぼの土の中の栄養になり、またミジンコやイトミミズが育つ。つまり僕らのおかげで人間は美味しいお米が食べられるってわけさ。お米だけじゃないわよ。虫たちが花の受粉を助けることでいろんな作物が実るのだし、作物の品種改良にはいろんな野生の植物の種が必要なんだって。そうさ、食べ物以外にも例えば新しい薬の開発にだっていろんな種類の生き物がいなけりゃダメなんだ。そうよね。いろんな生き物がいるから人間も生きていけるのよね。最近、僕らの仲間は随分数を減らしているんだ。でも、一番心配なことは、それは僕らだけの問題じゃないってことさ。そうか。ダルマガエルさんはいろんな生き物とつながって生きているんですものね。今、僕が食べている虫たちが異常に増えたり、僕を食べるために東南アジアからやってくる夏鳥たちも、困ってしまうかもしれない。地球上にどんな影響が起きるか計り知れないんだ。
私たち地球上の生き物はみんな支え合って生きているのね。そうなんだ。この地球上に無駄な命なんて一つもないんだ。あらゆる生き物も人間もみんな同じ地球上でつながっている命の輪の中にいるのね。そうさ、これまでも、そしてこれからも。